北部での反乱の鎮圧ができません。ハッタッタ港からは援軍の要請が来ています。また西部に送り込んだ鎮圧部隊が壊滅したとの連絡が入りました。もうよい。魔物を退けた勇者たちが山賊に早変わりとは、なんてことだ。これではまだ魔物の方がマシではないか。魔物討伐の恩賞がないと騒ぎ立てた挙句の反乱とは、力あるものとはいえ所詮は強欲な愚民ということですな。彼女らはそんな生優しいものではありませんぞ。おお、大神官殿、何か良いお考えでも。え、力あるものを制する方法があるというのか。ブラッディです。ブラッディとな。彼女たちは魔物の血を全身に浴び、魔物の力を得た不浄の者です。彼女たちに蹂躙された者は皆そう呼んでおります。そして姿に惑わされてはなりません。奴らは魔物を滅ぼしてはおりません。診断から見れば彼女たちは魔物と同じです。世を救ったように見えますが、その実は魔物同士が内輪揉めをしていただけなのです。そして魔物同士の戦いが終わったからこそ、奴らの牙が我々に向いたのです。現に奴らは徒党を組んで村々を襲い始めました。すぐさま滅ぼしませんと国の方が滅びますぞ。大神官殿、我々はそれができぬから頭を抱えているのですぞ。よろしい。ではまず反乱を起こしている輩がどのような存在かを説明して信ぜましょう。まず力を持つ者は女性のみである。奴らは魔物の血を浴びることによって力を得ている。フローである。血を浴びた者はその者の肉体が最も力のある年齢に固定される。そしていかなる状態からも生き返ることができる。不死と言っても差し支えない。代わりに子供を宿す力を失う。なんということだ。それでは忌まわしき魔女ではないか。その通りです。しかし我らとて無力ではない。すでに診断は対策を準備しております。何ですと。奴らは魔物、そうであるならば聖なる封印に弱いのです。封印だと。帝王よ、悪魔はいぶり出しすぐに討伐すべきです。診断は悪魔を封印する聖なる武器の用意があります。帝王のご命令があればすぐさま献上いたしますぞ。帝王、このサンサルキに兵をお与えください。さすれば立ちどころにブラッディどもを滅ぼしてくれましょうぞ。大神官殿、さすがですな。なかなかの演説、お見事でした。サクラスの持ち込んだ武器、確かにブラッディに対しては素晴らしい威力だった。しかし一体どこから。そんなことはいいではありませんか。このサンサルキ、あなたのために全力で戦いますよ。つきましては何でしょうか。私ももう少し動きやすい地位があると助かりますな。わかりました。今先の西方討伐軍将軍がブラッディに撃たれ空位だ。しかも恐れて誰も名乗り出ない。帝王には私から推薦いたしましょう。話が早くて助かります。父さん、
今日採れた野菜置いとくよ。すまんな、アクアリア。なんのなんの、今の僕の大事な仕事だもんね。でも今年は日照り続きだからどれも小ぶりだよね。ようやく化け物もおとなしくなったというのにな。そうだよね、もう村の中まで入ってこなくなったもんね。でも僕はその方がいいな。そうだな、この村で化け物とやり合えるのはお前さんだけだしな。それもあるけど、一番いいのは子供たちが安心して遊べることだよ。もっともじゃ。じゃあこれ、いつものように酒場の小さんとこに持ってくね。いや、わしがやろう。今朝も腰が痛いんでしょ？無理しちゃダメだよ。わかるのか。父さんのことなら何だってわかるよ。とにかく、痛みが取れるまで無理しちゃダメだからね。流行り病で亡くなる人が多いな。やあ、アクアリア。どうも。僕が魔物の血を浴びた時についたのは、魔物と戦う力だけじゃなかった。人の心がわかる力、死んだ人の姿が見える力、どっちもはっきりわからないけど、無視できるほどかすかなものじゃない。遠くに行く魂もあれば、ここに縛り付けられる魂もある。特に流行り病で突然死んじゃった人は、でも、僕にはどうすることもできない。魔女が村にいる。ブラッディ。ブラッディは悪魔。僕を怖がっている人、多くなったな。僕は、魔女なのかな。おや、アクアリアちゃん、今日も元気だね。うん、元気いっぱいだよ。アクアリアちゃんを見ているとこっちまで元気になるよ。なあ母さん。魔女、怖い。どうした？なんでもない。じゃあね。またな。あら、アクアリアじゃない。あ、ライラ。お菓子作ったのよ。アクアリアもどう？行く行く。じゃあ、家で待ってるからね。うん。確か、ライラの家は北に見える高台の上だよね。いらっしゃい。こっちに来ました。いつも通り、と言いたいけど。何？悩み事？え？ライラも心読めるの？あなたじゃないんだし。でも、見ればわかるわ。ライラはすごいな。
そんなライラだから僕の秘密を打ち明けられるんだけどね。みんなあなたを怖がってるわね。それを気にしているの？うん。僕の力、やっぱり怖いよね。それに、最近の流行り病も僕の仕業だって、みんなそう考えているんだ。わあ！ああ！びっくりした？ひどいよ！僕が真面目に話してるのに。ごめんごめん。あんまりだよ。怒った？うん、怒った。じゃあ、もう、私を許さない？え？そんなことはないよ。でもさ。そういうもんよ。え？村の人もね、みんな、臆病なの。理由がわからないから、いろいろ疑っちゃったり、理不尽なことを考えたりするけど、それは一時の感情なのよ。今、アクアリアが怒ったみたいに。誰も、本気でアクアリアを恨んだりしてないわ。今まで魔物から村を守ったのは、あなたなんだもん。だから、ちょっと怖がったり、少し拗ねたりする人が出ても、許してあげて。うん。そうだよね。ありがとう、ライラ。話したらすっきりしたよ。どういたしまして。じゃあ、僕行くね。ご飯の支度しないと、父さんに叱られちゃう。あら、ごめんなさい。おお、アクアリア、戻ったか。どうかしたの？あ、ダンカさんの奥さんのウキョウトさん、こんにちは。確か、流行り病で息子さんを亡くされたんだ。私の夫がテートンに薬を買いに行ったきり、もう1ヶ月も戻らないんです。テートンって、西の方にあるお城だよね。ああ、そうだ。長くても10日で戻れる。息子を亡くし、この上夫まで。それだけじゃない。娘さんまで病に倒れたらしい。そんな。わかったよ。僕がテートまで見てくる。すまんな、アクアリア。お願いします。任せて。絶対に一緒に帰ってくるから。帝都は西の小板峠を越えてさらに先じゃ。途中に八島峰という町もある。そこに立ち寄っているかもしれん。そこも見てきてくれ。わかった。道は長い。準備はきちんと整えるんじゃぞ。